今日は、リゾートだったり日常で使いたい、免税で絶対に買っておきたいスキンケア用品、リゾートで使いたいメイク用品一式と合わせて紹介したいと思います。音声不具合によりアフレコです。まず今回スキンケアで紹介したいのは2点、美容液とクリームです。1つ目はディオールのプレステージマイクロユイルドローズセラム。これが香り、テクスチャーともに最高で、初めて購入したのは数年前に日本国内でまだ免税が使えていた時に伊勢丹のディオールビューティーで購入したのが始まりだったんですが、浸透力がもうとっても素晴らしいです。私が購入したのはチャンギなんですが、円安の今一番おすすめな免税場所は日本の空港なので、羽田空港の出国後エリアにあるディオールビューティーの取扱店舗、30ミリ通常4万5100円が免税だと3万6400円になります。次に紹介するのはディオールのプレステージラクレーム N。 これは去年リニューアルをしています。このプレステージのシリーズはアンチエイジングのシリーズ、もう少し先でもいいのかなと思いつつ、アンチエイジングを始めるのはエイジングしてからでは遅いよという友人の言葉とおすすめで使い始めました。なのでアンチエイジング効果はわからないんですが、肌の調子はすこぶるいいです。このプレステージシリーズの一番好きなところは香りで、バラの香りのする製品って世の中にたくさんあるんですが、香りの加減が難しくて、強いと天然でも人工的な香りに思えて難しいんですよね。で、天然のバラの香りは好きなんですけど、ひとたび製品化された香りとなるとちょっと 100% 嫌いだったこの私でも、この香りを楽しみにスキンケアできるくらい、大好きな香りです。香りを楽しみつつ入念に揉み込んでいきます。ちなみにこちらも日本の空港のディオールビューティー取扱店舗だと50ミリで4万9500円が免税だと4万円と約1万円近く安いです。さらにローズセラム、ラクレーム N にアイクリームもセットで7万7000円なので、ほぼ無料でアイクリームももらえるセットが羽田ではあって、羽田で買えばよかったなと思いました。ここからはコスメの紹介をしていきます。まずはシャネルのバームエッセンシャルスカルプティングトランスペアレントです。で、これは以前も紹介したんですが本当に使えます。日本国内の百貨店では一時期見かけなくなったりしたこともあったので、免税で売っていたら大体買います。大きすぎないスティックタイプで、頬のハイライトから目元、口元まで自然にツヤ出しができる優れものです。で、今回のようにリゾートでメイクをする場合は厚塗りにならないように、あと汗や水で落ちた時にクイックに直せるのがポイントかなと思うのでぴったりです。顔から鎖骨までもう私は本当にあらゆるところに使っちゃいます。次はラメールのルミナスクッションファンデ。日本では取り扱いが終了した23番のウォームバニラを以前買いためて購入したのを使っています。ラメールは2年前ぐらいスキンケアはすべてフルラインで使っていた時に、クッションファンデもすっごくいいと友人に聞いて使い始めたのですが、美容成分がたっぷり入っていると何度も言われただけあって、確かに潤う感じがします。次にリップですが、ディオールのアディクトリップマキシマイザー、言わずもがなの名品で、今までは唇をふっくらさせるのに強めのリッププランパートゥーフェイストを使うことが多かったのですが、アディクトの方が長時間のピリつきがなかったり、しっかり形を出せてリゾートでも普段使いでもおすすめです。アイシャドウはトム・フォードのアイカラークオード。普段のメイクでも晩餐会仕様でも濃いめでも使えて良いのですが、テクスチャーがちょっと固めです。最後に紹介するのはフェイスパウダーのエルメスプードロールフェーベルではなく、JAL でも ANA でも一度は見たことがあるはず、博報堂のメイクブラシです。海外の百貨店でも売っており、3点もしくは5点セットが機内で免税が可能です。
まず筆が圧倒的に滑らかで、毛抜けも購入してから3年以上一切なくて重宝しています。はい、ということで以上、今回はメンズエで買いたいスキンケア用品、メイクアップ用品をリゾートに持っていきたいメイク、いろいろと合わせて紹介しました。